いやちょっと村上さんの動き見てて、はい、色気と左が接触したから、はい、想像以上にちょっと避けちゃって、うん、そこからタイミングでない感じでね、うん、4コーナーなんとかひろゆきと色気を見てて前に、はい、でも前3人はちょっと厳しかったんで、うん、4着権利だだまったし最後本当意地で踏み勝ちましたね、うん、まあこういう特別の準決勝で、そうですね、まあ、山田秀さんと、はい、ですね、一番 G1 の舞台でね、はい、ちょっと走りたい走りたいって言ってたし、うん、左だけ強くなったから自分なんとかいい刺激になってます、うん、まあ本当こうして決勝も一緒に走れるってのは相当、そうですね、決勝後輩と走るのは初めてなんで、うん、嬉しいですね、うん、はい、まあ、西ってことは九州も持ってるんですけど、西九州とつながりも深いですね、西九州の後輩と走るのは、うん、初めてなので、うん、量もだめかまあ、やっぱり山田秀さんの成長というのはすごく感じるところ、そうですね、もうすごい刺激になってるんで、うん、まだまだ食らいついていきます、ね、はい